まま相手の左半身側に回り込み、より有利な体勢であるサイドポジションへの移行を狙う。ハンマーロックハンマーロックはレスリング、プロレス、総合格闘技で使用される関節技、固め技、コントロール技術の一種でアームロックの一種である。レスリングでは関節技としての使用が禁止されている。また、逮捕術では 相手の動きを封じて拘束するためにも使用される。スタンディングでのハンマーロック。ハンマーロックは、キャッチャーズキャッチキャン発祥の技術で、相手の腕を、相手の背中側に引っ張り、ひねり上げることによって、相手の腕と肩関節を極める関節技である。両手を使い、手帳を効かせるものは、バーハンマーロックとも呼ばれる。 そのうちの一つで腕で、相手の腕と肩関節を極めるという意味では、柔道の腕間に包含される、ダブルリストロックと同じだが、ハンマーロックは、ダブルリストロックとは異なり、片手でもう一方の自らの手首をつかまず、両手による、四の字を用いない。そのため、柔道では、腕雑誌肩に分類される。片手でも極めた場合も、柔道では、腕雑誌肩に分類される。 片手で極める場合は、もう片方の手を使い、ハーフネルソン、フェイスロック、クレードルと複合させることもできる。また、腕ざわき方や、リストロックにも、容易に、相互連絡できて、リストロックと同時に極めるものは、ダブルバーハンマーロックとも呼ばれる。かけられた選手が強固に極められた状態を我慢すると、 肩関節が脱臼したり、腕の骨が折れることがあるため、練習の際には、注意が必要な技である。立ち関節や、寝技等様々な体制からかけることができる。2015年8月24日、2015年世界柔道選手権、大会アスタナで、田代未来は、マリアンウルダバイバに、両手での腕差し方、ハンマーロックで勝利している。 2018年2月10日、柔道グランドスラムパリ2018でイスンスは頭で、相手の肩を押さえながらの両手での腕差し方、ハンマーロックで勝利している。2018年12月31日、宮高和幸は、ライジン14で、山本アーセンにガードポジションからの両手による、ハンマーロックで、サブミッション価値を収めた。サンボでは禁止技である。 被疑者を後ろ手に拘束する警察官ハンマーロックは逮捕術における重要な拘束技術の一つでもある。警察官が逮捕に抵抗して暴れる被疑者に手錠をかける際は一度ハンマーロックに極めて後ろ手にしてからかけることが多い。ありがとうございます。